はい、どうも皆さん、ご機嫌なホワイトでしょうか。ナオトです。さあ、今回もスプラトゥーン2やっていきますよ。さあ、プロボウラーのね、服装をしたままでやっていくんですけども、なんと今回ですね、11月の24日に大型アップデートされましてね、またあのいろいろ武器とかステージも増えていくんですけども、後の12月末ぐらいに新しく追加されるんですけども、今回、11月25日の時点でですね、結構いろんなギアと一つのステージ、何やったかな、忘れた、よく忘れるわ1の時に、標準装備になっていたハイドラントが、新しく追加されました。ハイドラントはまあバレルスピナーの強化版みたいなやつかな。インク消費量もすごければ、チャージも長いと。でもその分塗りたくる力は恐ろしいほどある。なんなら射程もあると。だからなハイパープレッサー と、バレルスピナーの間ぐらいの武器になってるみたいです、うん、今あくまでねギア集めに専念していこうかなっていう気持ちなので、またちょっとこれは、後々に取っておきたいと思います。また使う時があったら使おうかなと思います。はい、ではちょっと早速ですけどもね、新しいステージも、後にスケジュール更新すると出てくると思いますんで、そちらの方も堪能できたらなと思います。そして、いつも通りギア集めにね専念して頑張っていこうかなと思います。それではレッツゴー。さあ、ということで、おお、タチウオパーキング久しぶりやな。結構ステージが多くなったからね、こうやってぐるぐるローテーションで回ってきててもなかなかね、ちょっとなんか自分が最近やってないステージに、ね、巡り合うことが、ね、少なくなっちゃってね、寂しいところありますけど、久しぶりに来たな、タチウオパーキングで。新しいステージがザトーマーケットなんですよ。ザトーマーケット思い出した。なんかスーパーマーケットをモチーフにしたやつでね、あれも1の時にあったのかな、どうなんや。よし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 、いや、ちょっと平行線。よし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 。さあ、どんどん行こうか。でですね、僕ちょっと、もう一つ皆さんに教えたいというか、個人的に伝えたいものがありましてね。そう、皆さん、カメラを見てもらったらね、前から見てる方は多分分かるかもしれないですけど、画質変わってません？カメラの画質。なんならちょっと顔色とか。顔色自体は編集でどうにかなるんですけど、ですね、カメラ自体もね、少しどころじゃないですけど、だいぶグレードアップしまして、グレードアップしまして、だいぶ見やすくはなったんじゃないかなと思います、ね、以前のやつもちょっと僕個人的にはね、まだ見れる方かなと思ってたんですけどね、やっぱり他の皆さんの、対戦動画とか見てるとね、すごくお綺麗比べ物にならなかったですねで、今回の、カメラを変えてですね、新しくちょっとやっていこうかなと思うんですよ。あー、ちょっと間違えてしまったよ。爆発する仕様やって今思い出したよイカスピアをね、今まであんまり見ることなかったんでね、プライベートの時。くそ、舐めやがったこの野郎よ。ちょっとまだね、平行作業に慣れるまでウォーミングアップ。危ない、ちょっと待って。ああいうレーザービームみたいなの見えへんからな。ちょっとほんまに慣れるまで結構時間かかります。初戦ぐらいちょっとだけ手加減してください。危ないです。ああ。今イカのとこにイカじゃない、ガチョウコ。あー、真ん中か。オッケーナイス、最高。そのまま一人できるんじゃないか。でも一人もやられてないから逆にいけるんじゃないか。いけない、さすがにやられる。ちょっと相手の方もピンチだと、さすがに刺した。ほらい、さあどうする。痛い、よっしゃ、初めて、とりあえず初めて倒したぞ。よっしゃ、いいぞ、いいチームワークだ、オッケー、いいチームワークだ。よしよしあー、くそ危ないって。なんだ、もうやられてるのに全然やな。ちょっとなんかうまくアシストしたらいいんだけど、どうですか。やりました。ちょっとどうしても俺モニターの方に目移ってまうから、若干ちょっと目がずれちゃってる。こっちだ。やりましたよちょっとこれ慣れるまでは時間かかりそうだな。いろいろ慣れるのに時間かかる今日でございます。いかがお過ごしですか2人しか倒してないねまあいやとりあえず倒した。 OK。またね、腕前 B プラスには変わりはないんですけどもね、これ3往復してるんですよ、 B プラを。3往復なんだろう、同じことを3回続けてるやん。
あ、でね、これも地味に嬉しいですよね。カスタマイズしてから続ける。一回ちょっと武器を変えてからやると。だがしかし俺にも関係ない。続ける。ひたすら続ける。ちょっと眉間が痛い。なんでだろう。あ、いいや。そんなな、やつもな、俺はハンデと思って貴様らに。貴様らをナメプしてやる。いや、それ失礼やな。ナメプできるほどの威力ねえよ。なんならちょっとナメプしてほしいよ。危ない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 と分かってても、男なればやらねばならない時がある。おー、ちょっと待ってくれ。君持ってんのはハイドラントじゃないか。ちょっと初にお目にかかりますよ。何、ハイドラントってあれぐらいちょっとやっぱりインク消費量多いけどすぐ割れちゃうね。全然太刀打ち危ないよ。そんなもんじゃ太刀打ちできないよ。お前舐めちゃ困るよ。いいよいいよ、ええでええで、最高やで最高やで、素敵やで、しばがれるか。ちょっと煽ったら煽ったらこっちもちょっとテンション上がってしまうな。よしよしいいぞいいよ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 頑張れ頑張ろ。よし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 、2人でちょうどだちょうどちょうどだじゃ。よいしょ、あくそくそにゃ、あくそ、爆発力の威力に負けた。ロングブラスターな、射程も攻撃力もそこそこにあるからな。よし、でも俺らが、まとめててめえらをね掌握してやるよ。やろ、危ない、これ危ない、これ危ない、危ない、ダメだった。ういういよっしゃ、2人倒した。ロボットだけで2人倒すってやばいな。ちょだいぶ割ることに専念しちゃったんだね。おいいね。なんか最近ツイッターで話題のあのコロコロコミックの付録の付録というかね、なんかイカについてちょっと語ってたやつ、結構本当に参考になる情報ばっかりでしたね、あれね。俺も見てても結構釘付きになった。よいしょ、あーくそー、まだやられてなかったんか。なんか誰かにやられてたかなって思ったんやけど、君もイカダッシュ速度を極めているようだね。俺も頑張ってるよ、お互い頑張ろう。どこ、今のところまだこっちの方が優勢的だね。オッケーオッケー、いけるいけるいけるで、いけるで、上から行くね、気付けよ、上から行くね、気付けよ、危ないね。おい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 、来ると思って来ると思ってくるだろ。よいしょよいしょ、完全に不意打ちだったぜ。これ側面が危ないと思わないだろ、貴様ら。こうやってうまいこと攻略していこうかなね、日々勉強の毎日でございます。さあ俺が持ったシャチ、これどれほどまで近づけることができるのか。さあ向かいましょう向かいましょう、どっと思いっきり敵がいた。敵がいるのも関係なしにひたすらやり続ける男、それがナオトだ、ね、ただの旗迷惑な人になってない。大丈夫、よし飛び込んでいけ。さあおっと、重くそ重くそ、戦時中のど真ん中。やばいやばい、あー肩染めさんにやられちゃってる。肩染めして本当に存在するやつなの。いやー、雨降らしがすごく目立っている、雨降らしが目立っている、リードされているリードされている、危なし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 、落ちてきた、いきなりか落ちてきた、危ない危ない、くそ危なし、しかし皆さんどこにおる。よし大丈夫だ、一応上におる、ちゃんと防いでくれる、防いでくれてるけど、ちょっと心もとないぞ。16だぞ、16だから危ないんだぞ。よいしょよいしょよいしょ、ちょっととりあえずとりあえずちょっとここら辺のここら辺をちゃんと清掃しましょう。危ない危ない、怖い怖い、何があるか分からない。中央に戻った、うまいうまい、コロコロコミックで見たのと同じ戦法や、これやこれが欲しかったわしは。あーくそー、一人じゃ心もとないか、やっぱりな、ちょっと前衛に張りすぎたな、しもっと慎重にいかない、こういう時間ときこそ焦るんじゃない、焦らず休まず部屋探し。なんしょうもないね。よし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 、防いだ防いだ、オッケー、おった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 、ほらよっしゃ、ほらよいしょ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 、危ない、
ちょっとちゃんとちょっと忍者らしく忍者らしくそこ、あ、ちょっと待って、どこにいた、どこにあった、あったなんかおったな、おったな今落ちたな多分ほらあ、くそ、あ、やばいほぼやられてる、あー、しゃあないな、うん、全然大きい、なんでやろ、イカが、俺が、全然大きい、なんでや、ちょっとなん、つらいな、11か、よし、初戦にしたらだいぶ倒した方がいいな。これ B プラをずっとループしてると怖いねんけど、これ大丈夫なんかな、俺なあ、関係ないやつ来た、関係なくはないけど、さあ、お、もずく農園かこれ本当がこれが本当の初戦やったんですけどちょっと通信制限でやられちゃった、通信制限じゃねえな通信が遮断されちゃった、今耳で、音楽聴いてるけど、もずく農園が俺の中では結構好きな方ですね。皆さんって誰が何が一番好きかわかります？私はあれ結構みんな好きやと思う。ちょっと待って、喋ってるうちに結構言ってるやん。ちょっと待ってくれや。おい、ダイナモで何しとんねん、お前。これ何してくれとんねん。あー、ナイス、死ぬかと思ったよ、いきなり。君たち結構重い武器持ってるね危ないのに、もうでもこっちの中に持ってくるだけで全然ちゃうから、もうこう手前から来られたら危ないけど、手前に来れない仕様になってるからね、自分の味方も。またクイックボム使ってくるときさ、結構すごく強いあれっていうか俺が下手くそなんやけど、ちょっと待って、なんか強い、なんでみんな強い、どうした、あ、ちょっと待って後ろ立ったあれ中にあったと思ってたのに、で完全に、あー、しまった、あー、強いダイナモが強い、あーあれじゃねえよって話なんだけど、あれじゃねえよなんだけど、なんか強い敵さん強い、何うん、4人だよね、4人いたよね、やばい、このままやったら B プラのキープさえもできなくなってきて、じゃあ5連敗とかあるから、たまにザラに、それが怖いんよ、負け続けるだからここを気持ち切り替えて勝ちに行こう、勝つぞ言葉が出てこない。